日本のとある町で見つけました。おもうまい食堂。いらっしゃいませ。どうも。入ってる席どうぞ。はい、どうぞ。これがまだ系です。麻婆飯おいくらですか？麻婆飯850円です。そういうのですか。やばいかもしれない。いやでも鍋が別にあるから。やばいかもしれない。Thank you.
カレーライスおいくらですか？900円です。カツカレー、お味どうですか？美味しいです。暑いですか？なんつうの、こういう自分が想像しているものってあるじゃない。こう、はい、ね、味噌野菜だったら普通の味噌野菜で、多分こんなんだべなって、写真のこんなんだべなって、うん、でも実際来てみたら何こんなに並々ってね、そんなギャップ長野食堂っていうイメージで来て、でそれが覆されていや普通の食堂のものが絶対あるんで、うん、あるけど多分あの真ん中でイメージしてるのが崩されるんで、多分ね、でもそのギャップおもうまい。激しめギャップ萌え食堂ママ。ミラノシごめんなさい、犬がこぼれました、すみません。お盆はい、この店どこだ？
岩手県大船渡市にある大衆食堂まるふくさん。カツカレーでます。ホルモン定食です。はい、はい、はい。すごいな。ボルがすごい。大丈夫だった？誰は。あんたよ。注目したね。してます。はい、あ、いいね。今この数を復活して、そう、すごい。なんでやめたか。休むま。おいにしては食ったぞ。